はい、皆さんこんばんは。10月12日月曜日、520回のしゃべくりマッシュラの時間がやってまいりました。今日の松代はですね、朝からですね、なんか汗ばむ感じの暑さ、それがですね、まあ、太陽さんあんまり出てないんですけどね、まあ、今も松代センターエアコン焚いてちょっとやっておりますけれどもね、そんな今日の松代でございます。今日の、ゲストをご紹介いたしますけれどもね、長野市みなかみ台の老人会であるんですが、みなかみ台もみじクラブの中にね、散策会っていうそういうそのものがあるんですね。その世話人をやっておられる飯島信孝さんにおいでいただいてます。よろしくお願いいたします。みなかみ台なんですが、みなかみ山っていうのをですね、ちょっと見ていただければ、これがそうなんですけどね、まあ昔ですね、山田さんって方ですね、サンデー毎日ですね、これでもって世界一のピラミッドだよという形の話が出ましてですね、これも珍しいっていう形で、結構真っ白の方にもね、パワースポット的なものだっていうので、私らはあんまり知らないんだけども、こういう自分たちで水上山までこうやってこの裏側へね登っていくような形のあれがありましてですね、まあ、あと飯島さん、なんか水上山まで説明していただいて。はい、約50億年前に、噴火をしたんですね、はい、しかしそのエネルギーが弱かったために、はい、盛り上がったんですが、はい、噴火はしなかった、うん、したがって独立の山なんですね、うん、それともう一つ、昭和40年から5年ぐらいかかって、うんうん、水上地震、松代地震という地震が発生した震源地であるというふうにも言われている、独立した山で、奥には神社もあって信仰の山と言われているところですね。はい、まあ、群発地震というので、ね、震源地だ。このこちら側に気象庁の地震観測所があるという形ですね、はい、さて、それで水上台ですが、ここのですね、このところ、これでもって、件数的には何件だって言いましたか、約250件。250件ですね。はい、これをもって、もう結構年数経ってますね。新しい団地っていう形ですもんね。40年以上経ってますね。経ってますね。はい。はい、で、この水上の中でですね、これ、まあ、こういう本、夢空間が出しましたけど、水上のものなんですけどもね、こういう一冊の本ができちゃうぐらいに、謎の多い山でございます。はい、まあ、もしよろしかったらちょっと町歩きセンターに来ていただければいいかなというふうに思います。さてさて、水上山の関係もこれであれなんですけども、もみじクラブってどんな会なのかっていうのも、これもちょっとご説明いただいていいですかね。はい、新興住宅地ですが、はい、行政の組織ができると同じように、はい、自治組織の一環として、はい、老人クラブができたんですね、うん、当時の活動は公民館のお掃除とか、はい、広場の草取りなどね、うん、奉仕的な行事が中心で、はい、たまには親睦会やったんですが、あまり魅力がなかったせいかね、大会する人とか入らないという人も出てきて、うん、平成17年頃、当時心ある人たちが、はい、区長さんを巻き込んでね、有識者が集まって、はい、相談した結果、うん、老人クラブは続けていこう、うん、ただし名称をね、うん、もみじクラブにして、うん、お互いが持ってる趣味を中心にね、はい、楽しい集まりにしようと、うん、いうことで、はい、名称ももみじクラブになって、なるほど、5つのサークルが発足したんですね、うん、ここにありますマレットゴルフとかゲートボール、はいはい、それから絵手紙の会、はい、これは発足当時からあったんですが、はい、その他に、
手芸のグループ、うん、料理のグループなど5つのグループで発足しました。しかし10年経つとね、ここにありますように、合計8つのサークルが誕生しまして、はい、活動していると。なるほどね。で会員が今67名ですけれどね、この右側にある数字を足してもらうと、それを上回ってるんですね。なるほど。ということは、一人でいくつのグループへも入ってる方がいらっしゃると。なるほど。こういうことです。一人じゃ、ま、一箇所だけでは満足できないっていうあれですね。そうですね。それだけ趣味があるってことだ。はい、はい、ありがとうございます。これもあれですね、老人クラブ、もみじクラブではね、会の活動の中に、まあ、認知症を予防していこうということで、さまざまな活動を取り入れているわけですね。なるほどね。はい、はい、基本としては上の3つ、はい、実践する中身としては、下に書いてある9つですね。ね、はい、はい、ありがとうございます。まあ、これもこれ歩こう会なんですけども、これはどこのあれですかね。あ、池田宮だとおっしゃったかな。そうですね、はい、先ほどね、三田さん歩こう会とおっしゃったんですが、散歩会。散歩会だね、ごめんなさいね、散歩会なんです。散歩会でね、はい、これは9月に、池田宮へ、行って、はい、古くから伝わる伝統行事の話とか、お寺の歴史を勉強しようということで行ったんですね。なるほどね、はい。まあ、これもあれですね、一つの神事っていう形ですね。そうです。これは1月に行われる、小玉石の神事です、そうですね、はい、市の文化財にも指定されています。そういうことですね、はい、はい、これも、ね、これも横から見た姿ですね、はい、これは何やってる。これはね、豊作のあれか、あの作物の凶作を占う、これは今やってる小玉石の傍らでね、役員の皆さんがその年の農作物の吉凶を占う行事ですね、あ、これがそうですか、はい、これ持ってるのは何持ってるんですか。これはよしの中に入った米を炊いたものがね、どのくらいカビがついてるかということによって、大豆とか、はい、それから小豆とか、お米とか、そういう作柄を占うんですね。なるほど、ね、そういう行事です、はい、これは境内にある一つのお社を見学しているところですね、はい、これ前手に手前にあるのは結局総代さんっていうんですか。お寺の役員の方ですね。役員の方ですね、はい、神社の役員さんね、はい、これがあれですね、1月6日に行われるっていうやつですね。そうです、お田植え祭り、お田植え祭りですね、はい、独身の長男の方がやるっていうことなんですが、なかなかその条件に合う人が近年は見つからないってことで、ね、それ以外の人も協力をいただく方に、神事に参加していただいているわけですね、はい、ちょっと珍しいあれですけどね、はい、まあ、これは、要はこれはカレンダーにしたものですね。そうですね、はいはい、これもあれですね、これもね、左右にいる人がね、神職が数える石の数を正の字を書いてね、正確に記録してるわけです、ね、はい、はい、まあ、こういうその取り組みしながらやってはいるってことなんですね、まあ、こういう今度は座禅なんてのもやるんですね。これはね、1月に、まだ会員の皆さんがね、座禅をやったことがないっていう人がほとんどでね、そんなら座禅体験をしてみようっていうことで、行ったんですね。なるほど。座ってる人も、あの椅子に座って腰掛けてる人もいますけどね、これでも OK って言うんですね、膝が痛いという人のためにやってるんです、じゃあそれ終わった後、終わった後、ご住職から法話を聞いてるんですね、なるほど、なるほど、用意していただいた、小さなおやきを食べながらお話を伺ってるんです、なるほど、ね、から一緒に指導して くださった、ご住職にもお手伝いしていただいて、はい、なるほどね、はい、これはね、海女さんなんです。バイオインさんで育てた、お弟子さんの一人ですね。ああ、そうですか、なるほどね。これはこれは本誠寺さんなんですがね、はい、これはどういうあれですか。1月の3日、
1日2日3日この3日間だけ、うん、ご本尊の、うん、開示をする日ですね。で右側にあるのが普段、うん これですね、この厨子の前にお立ちになって身代わりになってる人ですね、はいはいはい、でこの日は厨子を開いて、はい、まあ、ご開帳をするっていうことで、ね、めったにない機会ですので、うん、見に行ったんですね。なるほどね、はい、これはねこのお寺にもう一つある秘仏なんですが、うん、聖徳太子像なんです。ね、左の目から涙を出してるんです。あ、ここそれは、それはね、親鸞聖人の死を告げるということでね、当時の住職、京都まで行ってね、親鸞少年の見舞いに行かれたんだ。そしたらお元気でね、なんでお前来たんだと、さっさとお寺へ帰って修行してなさいと、いうことで追い返されたんですが、その2日後に亡くなったという。なるほどね、ですから親鸞聖人の、亡くなることを予言した、聖徳太子像だと言われています。こういうのも勉強するんですね、やっぱね。はい、これは、あ、これ、象山ゆかりの地を訪ねてね、あ、なるほどね、象山神社にの境内にある、はい、日の裏側にね、うん、日の裏側をの解説を、ね、読むなんていう人はめったにいないんですが、そうだったな、はい、その裏側にある解説書まで見てね、どういう文句が書かれてあるのかということを、まあ、勉強しに行ったんですね。なるほどね、はいはい、これは、はい、一服しながらね、うん、疲れたなって言ってみんな言ってるところです、はい、これはどうなんですか。これは佐久間象山の、お墓ですね、うん、この日は象山ゆかりの地を歩こうということで、少し、遠回りだったんですが、はい、回ってきたんです、ね、なるほどね、はい、はい、これはこれはね、宝泉寺さんなんだね、なんですが、うん、桜の季節ね、しだれや、いいですね、桜が大変綺麗だっていうことで、それを見に行こうっていうことで行ったんです、はい、今の前の写真は本堂の写真ですね。なるほどね、はい、はい、これは鈴木右近さんのお墓ですね。そうですね、宝泉寺の墓地の一角にあるんです。なるほどね、はい、はい、これは、象山寺、あ、これは真田公園で、公園、ね、みんなでね、うん、記念写真撮った。なるほどね、はい、はい、宝泉寺さんの境内にはね、はい、同様の歌碑、ね、はい、あって、この前で、歌碑を見ながら合唱をしました、はい、なるほどね、マッシュルテレビのあれですね、オリジナル。あ、これがいいですね。これは宝泉寺さんのツツジですね。うん、これ好きですね。こういう形でね、綺麗にできて。はい、これは、宝泉寺さん行った帰りに、海泉寺さんの桜も見てきたんですね、うん、この日はしだれ桜を見る会ですから、うん、しだれ桜を中心に、見て歩いたんですね。なるほどね、はい、はい、これはね、白鳥神社へ行った時の写真ですね、うん、これもあの急坂登っていったです、そうです、急坂を登りましたので、はいはい、みんな杖をついてね、あ、なるほど、はい、約400メートルの坂道を登ったんですね、うん、なるほどね、はい、あ、これはね、水上山一周、普通に歩くとね、約6キロ、うん、歩きました。この周りを歩いたんですね、はい、これは桑根にある古墳のところ、うん、これは途中にある畑ですね、うん、これもこれはどこだっていい、これは 西寺尾の、ね、西寺尾のね、生き神社、生き神社です、はい、そこまで行ってるんですね、やっぱりね、この日はね、うん、大雨が降りましたので、はい、この日だけはね、バスで行きました、はい、ああ、そうですか、はい、これは本堂の前で記念写真、うん、記念写真ね、はい、はい、みんな、これはあれだね、前のあれ、写真、前のあれだね、これは去年の秋にね、うん、11月ですか、うん、東城の東光寺へ行った時の写真です、ね、こういったとこも行くですね、温泉もね、これはね、やっぱり親睦を図るという会の目的に沿ってね、はい、
みんなで行こうということで行ったんです。はい、まあ、これ最後になりますけど、これからの散歩会のこの取り組みみたいなどういう形で動いてきますか。はい、ね、みんな今まではね、うん、各人のペースで歩きましたけどね、はい、まだまだ不十分なんで、ね、できれば水上山へ登って、うん、自力で登ってね、うん、往復しようというような体力を作っていけばいいかなと思っているところです。分かりました。はい、はい、いや今日いろんな取り組み頑張っていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。いや、皆さん、はい、素晴らしい、皆さん若い。そうですよ。まあ、本当負けますね、うん。皆さん、私よりだいぶ、ね、上ですよ。だいぶ先輩の方なんですよね。上です。これで、水上大で70人も入られて、もうほとんどの皆さん入ってるんでね、うんうん。そうですね。それで、散歩会、すごい。うんうん、ねえ、どうして散歩会って言って知ってる？うん、うん、散歩するんかいって、ね、そうそうそう、帰りたって、はい、聞いてましたよ。はい、わかりました。はい、はいはいはい、ですね、真っ白のね、霊獣探訪っていうのをやります。はい、うん、街の中にね、もうこういう珍しいね、一角獣だとかね、そういったものがあるっていうで、まあ、初めてなのでね、ぜひこれご参加いただければなというふうに思います。日にちがですね、17日、今週のあれだね、土曜日、町歩きセンターに集まっていただいて、10時出発で、12時で一応終わるという形です。はい、ぜひ巡っていただきたいなというふうに思います。参加料1000円でございます。はい、そういうことでお願いします。ね、ぜひ皆さん、ね、はい、ご参加いただきたいと思います。はい、お願いします。はい、はい、来週ですね、来週はね、須田さんにちょっとおいでいただいて、これ踊りませんかっていうので、各なんて言ったらいいかな、小学生に私らも教えてもらったの、真田節、ジャ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 ってね、あるんです。それを教えてるんですよ。で、90歳。今までずっとこうやってきていただいたね、その取り組みみたいなもんね。今ね、私ちょっとね、うん、ハート笑っちゃったのがね、うん、今日は散歩会でしょ、うん、散歩会に命名ね、うん、素晴らしい、うん、踊りませんかなんて、毎週毎週素晴らしい命名だね。今ね、それ聞いてね、いや素晴らしいね、名前の付け方と思って、そうだね、感激しちゃった。だからやっぱりね、はい、諸先輩、はい、先を見据えた動きをしてるなと思いました。すごい、はいはい、そんな形です。はいはい、じゃあ来週また面白いです。そうですね、元気はつらつで、ね、うん、やってくれます。宇多田さんパーソナリティ、そうなんです。来週もありがとうございます。はい、そんなことで、はい、来週よろしく、はい、お願いします。それでは来週のしゃべり場所どうぞお楽しみに。お願いします。松代はあなたの街、それそれそれくらい松代、また見てね。